膝立ちから床に頭をつけて頭頂をつけるようにします。しかしなかなか頭頂つきにくいんで、手の位置を変えたり、膝の位置を変えたりしてみて、どうやったらうまく頭頂が床につくか探してみてください。それで、頭を前後に動かしましょう。骨盤と頭が前後に動きます。仰向けになりましょう。同じ動きをお尻の方から見てみましょう。頭を前後に動かすだけですから、鼻はずっと股の間まっすぐカメラの方を向いています。今度は仰向けになりましょう。両足を持ち上げて床に軽く落としてください。軽く足の裏全体で落ちるように、力強くじゃなくて単にポーンと足の力だ、足の重さだけが床にかかるような感じです。頭は何もしないでゆっくりと繰り返します。休みましょう。同じ動きをまた足の方から見てみましょう。両方の足が同時に持ち上がり同時に着地するように気をつけましょう。ちょっとズレがありますね。骨盤はまだ浮かさないでください。足を持ち上げて軽く落とすだけです。落とす感覚というのは股関節がとても柔らかく動かないとできません。次にまた両膝に座って頭をつけましょう。頭を床につけましょう。今度は頭頂で、おでこではありません、頭頂で床の上で円を描きます。同じ方向にぐるぐると円を描きます。鼻はいつも、足の方向へ向いたままです。ですから鼻が左右を向いたりはしません。今度は方向を逆転して円を描いてください。また同じ動きを足の方から見てみましょう。頭頂で円を描くので、先ほども言ったように鼻はずっと後ろの方をまっすぐに向いたままです。したがって頭が回転して左右の方に鼻が向いたりはしません。手の位置はとても重要です。できるだけ、両手を離して頭とも離して大きい方が、大きい三角形を作った方が楽だと思います。また仰向けになりましょう。仰向けになって足を、両足を先ほどやったように 2,3 回持ち上げてみてください。で、今度は足がついた途端に骨盤をふっと空中に投げ出してほしいんです。なかなか難しいタイミングですけども、足が着地すると同時に骨盤を投げ出す感じ、投げ上げる、そんな感じです。まだまだタイミングがうまくできていませんね。休みましょう。また同じ動きを足の方から見てみましょう。最初は骨盤を浮かしてません。ゆっくりと浮かしてますね。はい、休みましょう。また膝立ちに戻って頭を床につけましょう。で、今度は確実に、つま先を立ててほしいんです。ランニングするように。そこから両足を床から浮かしてみましょう。で、うまく浮かせるようになったら歩いてみます。少し前の方に、少し頭の方に足を近づけていきます。だん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 頭がの頭頂がしっかり床についていきます。いいでしょう。休みましょう。同じ動きを足の方からまた見てみましょう。つま先が曲がって両膝が上げやすくなってますね。そしたらだんだん前の方に歩いていきます。戻して手の位置も変えてみましょう。一番やりやすいとこ探してください。だん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 おでこでなく頭頂が床につくようになってきます。はっきり顔が見えますね。もう一回してみましょう。はい、ではまた、膝立ちになって床に頭をつけましょう。適切な手の位置を探して両膝を持ち上げて前方、頭の方に歩いていきます。つま先立ちになりますから繰り返しましょう。そして右膝を右肘に乗せて下ろしてください。繰り返しましょう。無理しないでくださいね。ゆっくり休みましょう。またやってみましょう。ただし今度は乗せるのは左側です。左の膝を左の肘に乗せます。で、また下ろして繰り返しやってみましょう。あんまり頑張らないで休みましょう。同じ動きを足の方から見てみましょう。そうですね、両肘は体に近づけておいた方が楽に、乗せられると思います。結構きついんで休み休みやってください。今度は左の膝を左の肘に乗せます。このためには手首の背屈も十分にできないといけないですね。今度は左右の足を交互に肘に乗せていきます。左やって右やって左やって右やって、まだお尻が十分な
高さにまで上がっていませんね。背骨がまだ屈曲状態です。もっと上手、これが上手になるためには背骨がもっとまっすぐになって、お尻が高く上がる必要がありますね。両肘に乗せます。もう一回やってみましょう。片足ずつそれぞれの肘に乗っけて、なかなかうまくいかないですね。乗っかりましたね。でもまだ背骨がまっすぐじゃないのが、このビデオでよく見えます。休みましょう。同じ動きを足側からまた見てみましょう。さあ、乗っかりました。お疲れさん。今度は仰向けになりましょう。また、両足を浮かして床に落とします。床に落とした時にお尻を上げます。これは最初にやった動きですね。だんだんと今度は足が床についた時、まだお尻が浮いてるようにします。ですから、足は高く持ち上げないといけないです、一旦。そしてこれがだんだん大きくなると、とりあえず休みましょう。この動きをだんだん大きくしていくと、私たちはカープジャンプ、鯉のジャンプと呼んでいるものに近づいていきます。きついんで、あまり続けないようにしましょう。休みましょう。ではまた同じ動きを足の方から見てみましょう。ここからカープになりますね。まだです。これからカープです。カープの時に両足がしっかりついていないですね。まだまだ。もう一度やってみましょう。